私は葵。まだ高校生だけど、親のいない一軒家に住んでるの。それっていうのも、シングルマザーだったお母さんが再婚して、新しいお父さんと新婚旅行に行っちゃったから。ちょっと地球を何周かしてくるって言ってたから、しばらく帰らないと思う。いや、高校生の娘を置いてそれはどうなのって思わないでもないけど、私は私で青春を謳歌させてもらってるから、アメリカでも火星でもお好きなところにどうぞって感じ。じゃあねー。ただ、そんな私の毎日にも何一つ不満がないってこともなくて。静か、もう来たか。ちょっとゆっくりしすぎちゃったかな。あ、お兄さん、おはようございます。篠森か。はい、毎度おなじみの篠森静香ちゃんです。今日も元気そうだな。お兄さんは今日も元気そうですね。職質とかされませんか？そんなにはされない。せいぜい3日に1度くらいだ。ちょっと、何してるのよ、兄さん。葵、友達の前に出てこないでって、いつも言ってるでしょ。あ、すまん。ああ、まったく、もういいわ、静か行こう。お兄さん、また今度。またな、葵、車に気をつけて。言われなくても大丈夫だし、子供じゃないっての。あれが、私にとっての不満の原因。お母さんの再婚で、兄弟になったアキラ兄さん。一人っ子だった私は、兄さんができることになって、実は結構ワクワクしてた。義理のお父さんはアメリカ人だから、モデルみたいな人かも、なんて勝手な期待もしてた。けど、実際に会った兄さんは、地味で陰気なネクラ男だったものだから、期待してた分、落差が大きくてがっかりしちゃった。勝手だとは思うけど、何を考えてるかわからない兄さんが、正直苦手だ。まったく、なんで兄さんはあーなのよ。青ちゃん、まだお兄さんに素直になれないの？恥ずかしいのよ。一日中家にいるけど、何してるかわからないし、目つきがドヨンとしてて何考えてるかわからないし、存在感なくて気づいたらすぐ近くにいたりするし。なんかステルスゲームの主人公みたいだね、スネークとか。スネーク？よくわからないけど、そんなかっこいいものじゃないって。どうしたの？なんか嬉しそう。いやー、この前の合コンでいい感じの人と仲良くなってさ。しげるさんっていうの。大学生なんだけど、清潔感があって話が楽しくって。うわー、兄さんなんかとは大違い。今度の土曜日初デートなんだ。あおちゃん、年上好きだもんね。だって私ら女子高生じゃん。恋愛しなきゃ損だって。年上って言えば、お兄さんだって年上じゃん。それはない。ファクターだね。あおちゃんは本当お兄さんに厳しいね。その日の放課後。うん、およ、あの陰気なオーラはお兄さん？ホームセンター？パッ、篠森か。すごい、後ろ向いたままでよくわかりましたね。てかお兄さん、観葉植物とか好きなんですか？ちょっと意外。日本のフェイクプラントはよくできていて、使いやすいからな。使う？気にするな。ふーん。あ、ところで知ってましたか？何をだ。今度の土曜日、あおちゃんがデートするって。うん。お兄さん、どうしましたか？顔がネクラですけど。あ、初めて聞く表現だな。それより、さっきの話だが。プラだからって気にしないでください。人間誰でも取り柄はあります。やれやれ。それじゃない、葵にはその彼氏がいるのか。そういうわけじゃないっぽいです。合コンで知り合って、初めてデートするとかなんとか。うろ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 。大丈夫ですか？めっちゃ動揺してますけど。篠森、それは勘違いだ。俺は断じて動揺などしていない。見ろ、こんなに冷静だ。植物の香りを楽しむ余裕まである。実にいい香りだ。スッ。それフェイクプラントだから匂いありませんよ。実はですね、お兄さん、あおちゃんのデート相手についてちょっと気になることがあるんですよね。うん、詳しく。いよいよデート当日。緊張する。
葵。兄さん、あのね、いつも言ってるでしょ、絶対に顔を見せるな、だろう、分かっている、気をつけるんだぞ。子供じゃないんだから大丈夫だってば。さて、やあ葵ちゃん、待ったかい。全然です、私今日のデートすっごく楽しみにしてたんです。キャーご期待に添えるといいな。これが僕の車だよ。かっこいい。テーマパークに来たいよ。メルヘン。花言葉は強烈な恋さ。ロマンチック。やっぱりしげるさんかっこいい。エスコートも完璧で大人の男の人って感じだし。今日のデート気に入ってもらえたかな。はい、大人のデートって感じでとっても楽しかったです。それはよかった。葵ちゃんみたいに素敵な子を退屈させるわけにはいかないからね。計画通り。しげるさん、今日はありがとうございました。よければまた今度。葵ちゃん、デートはまだ終わっていないよ。この近くのホテルに部屋を取ってあるんだ。どういうことですか。どうしたんだよ葵ちゃん、大人っぽいデートがしたかったんだろう。私そんなつもりじゃ、帰れます。どうやって。なんですかこの人たち。僕の友達だよ、楽しいことをするんならみんなも混ぜてあげなきゃね。嘘、しげるさんがこんな人だったなんて。さあ行こうか。いや、助けて。そこまでだ。誰だ、姿を現せ。現せも何も、俺は最初からここにいる。その声、まさか兄さん。誰。兄だ、葵の名、見てわからないか。何一つわかんねえよ。女性を大人数で脅し、無理やりホテルに連れ込んで恥ずかしい写真を撮る、貴様の常套手段のようだな。ちぇ。恥ずかしい写真って。ああ、世にも恐ろしいことに、奴らは女子向け魔法少女アニメのコスプレを女性に強要し、恥じらった姿を写真に収めるという行為を繰り返しているんだ。被害女性はすでに2桁に上るらしい。恐ろしいことだ。うわ、ちバレたのなら仕方ない。けどさお兄さん、この人数相手にどうしようっての。やっちまえ兄さん。嘘、これ全部兄さんが。ああ、骨のない連中だ。訓練キャンプの新兵の方がよほどガッツがあるぞ。兄さん、ただの地味でネクラな引きこもりじゃなかったの。小さい頃から元特殊部隊の親父に鍛えられていてな、日本に来る前の数年間は某国の軍に所属していた。元軍人だ。軍人？なんで教えてくれなかったの。戦いの日々で荒んだ俺の心を癒したのは日本のアニメだった。だから日本では争いとは縁のない日常を送りたかった。それに俺は何よりもまず葵の兄でありたいと思っている。俺の肩書きなどそれで十分だ。あれ、なんで私兄さんにドキドキしてるの。勝手についてきてすまなかったな葵。篠森からあの男の悪い噂を聞いてな、気になって徹夜でギリースーツを仕上げて見守っていたんだ。ああ、手作りなんだそれ。葵、家に帰ろう。うん、数日後。というわけで、しげるは今までの写真データを削除して被害に遭わせた女性たちにも謝罪したようだ。お前のおかげで葵を助けられた。礼を言う、篠森。いえいえ、私にとっても葵ちゃんは大切な幼馴染ですし。ああ、葵はいい友達を持ったな。ところで篠森、今食べているのは俺のヨーグルトだな。あ、美味しかったです。そうか。ごめん、静か待たせちゃって。あとこの前はごめんね、心配させちゃったみたいで。うんうん、
慣れっこだもん。あおちゃん、昔から男の人の趣味悪いし。そんなこと思ってたの？まあ否定はできないけどさ。ってこんな時間、学校行かなきゃ。葵、車に気をつけてな。あ、兄さん、その…行ってきます、うん、私は葵、青春を謳歌している高校2年生だけど、実は最近悩み事がある。その原因は義理の兄であるアキラ兄さんのこと。ごめん、遅くなっちゃった。大丈夫。地味で陰気な、何を考えているかわからない兄さんが正直苦手だったはずなんだけど、男の趣味が悪いって親友は言うけど、否定はできないかもしれない。だってあんなに地味で陰気でネクラな兄さんのことが気になってしょうがないんだから。